紙タバコと電子タバコなんですが、どっちが有害かっていう話は、実はこれは専門家の中でも意見が分かれてます。なぜかっていうと、紙タバコには紙タバコの有害な成分があるんですね。で、電子タバコは電子タバコで、電子タバコ特有の有害な成分があるんですよ。これなんでかっていうと、電子タバコって加熱してそれを吸うってやるやつですよね。だから、本来は紙タバコの場合だと火があって燃えてるじゃないですか。高温で分解されてしまってなくなる有害物質っていうのが、電子タバコには確かにないんですね。そうすると、紙タバコに含まれている、まあ、いわゆるこう、有害物質と、電子タバコに含まれている有害物質を比べると、熱で分解されるはずの有害物質が入ってるのが電子タバコ。で、逆に高温にすることによって、生まれてしまう有害物質が入ってるのが紙タバコなんですよ。だからどういうことかっていうと、どっちも悪いんですね。どっちも悪いんだけど、どっちがマシかっていうか、どっちもやめた方がいいって話なんで、はい、だから種類が違うんで、これはまあ要するにカレーとハンバーグどっちがうまいかって議論と同じなんですよ。まあ、どっちもうまいよねと。ね、同じようにタバコっていうのはどっちも悪いよねって話なんで、どっちの種類やめた方がいい。